不安を煽られても、跳ねつける覚悟が必要です。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。最短駆けつけ2時間、特殊清掃遺品整理。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきましょう。動画内容をまるまる信じないように注意してください。本日の話題はマルチ商法についてでございます。今僕がアドバイザーとして関わらさせていただいております、サイコムというサイトでは最も霊感商法に対しての報告や書き込みが多いのですが、本来は多ジャンルというか全方位の詐欺に向けて対策するサイトとしてスタートしておりますので、今回取り扱うようなマルチ商法や副業詐欺から情報商材までありとあらゆるインチキ商売と戦っていかなければいけません。実はマルチやネズミ講につきましては今まで無数に問い合わせをいただいておりましたが、タイミング的に動画をそんなには作ってきませんでした。そこで今回はまずその代表格について攻めていきましょう。まずいつものようにマカロンを読ませていただきます。消費者庁が日本アムウェイ合同会社に特定商取引法に基づき勧誘や申し込み受付などの取引の停止命令を出しました。再発防止策を講じることも指示しています。アムウェイの人は 37XS という言葉を成功者にあやかって使っているって本当なんでしょうか。昔の同級生やマッチングアプリや SNS 女子会などどこにでもいますが、どうやって見分けますか。次、先生皆様お疲れ様です。突如出てきた港区女子という人が、船橋屋の渡辺社長がアムウェイに浸水していたということを垂れ込んできました。真偽は不明ですが、いろいろやばいです。次、日本アムウェイが4月14日から勧誘可能、消費者庁から命じられた6ヶ月の取引停止期間が終了します。芸能事務所のように会社役員に警察 OB とかいるのでしょうか。マルチ商法は契約書面を受け取った日から20日間以内であれば原則として無条件で契約を解除できます。次、ケンケン先生教えてください。日本アムウェイが6ヶ月の取引停止命令を受けました。そもそもネズミ講が違法なのに連鎖販売がなぜ合法なのでしょうか。マルチや霊感商法に勧誘された際のスマートな断り方、やってはいけない断り方などありますでしょうか。次、中学仲良かった友人と年賀状のやり取りをしているのですが、年賀状に近々同窓会があるようだと書かれていました。今私は地元にいませんし、中学時代の友人で付き合いがあるのはその子だけで、はっきり言って昔すぎて覚えてません。以前に全く仲良かったわけでもなかった同級生が実家の親を騙して私の電話番号を聞き、アムウェイの勧誘をされてから同級生に不信感でいっぱいで、こういう考えの私はおかしいのでしょうか。最後もう一通。このスピカスは NRC 合同会社の運営もしています。ホームページに業種が製造販売とあり、代表がシングルマザーのためのセミナーを開始していますと記載があります。新ママに何のセミナー、マルチ商法で勧誘会員を募集しているのかもしれません。 100ml の消臭スプレーが9800円もします。海外ブランドの香水ではないのに高すぎ、アムウェイ臭がします。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいまして皆様ありがとうございます。最後のマカロンのようにアムウェイは最も有名で、こんな例題に出されてしまうくらいです。アムウェイには様々な噂がございます。関係している芸能人もかなりたくさんいると言われているようです。今回はアムウェイビジネスの仕組みやゆかりのある芸能人を紹介した後に、2022年日本の消費者庁からアムウェイに下されました行政処分の件についても語らせていただきますので、今日も最後までお付き合いいただけますと幸いです。それでは本日の項目です。項目1、アムウェイとは。項目2、アムウェイビジネスの仕組み。項目3、ゆかりがある芸能人7名。項目4、ついに行政処分を受けるの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、アムウェイとはです。まずはアムウェイの概要について解説いたしましょう。アムウェイは1959年にアメリカで設立されました、ネットワークビジネス MLM マルチレベルマーケティングの企業でございます。創業者はリッチ・デボス氏とジェ・バン・アンデル氏の2人で、彼らは自己成長と企業家精神を重視するビジネスモデルを築きました。アムウェイのビジネスは家庭用品、栄養補助食品、美容製品などバリエーション豊かな製品を販売します。ディストリビューター販売員を通じて行われます。アムウェイのビジネスモデルは商品を販売するだけではなく、新しいディストリビューターを勧誘することによって収入を得られるのが大きな特徴です。これにより成功したディストリビューターは下位ディストリビューターの売り上げからコミッションを得ることが可能です。しかしこのシステムはネズミ講のようなピラミッド型ビジネスと解釈されることもあり、批判の対象となることが少なくありません。支持者の多くはアムウェイのビジネスモデルが提供しています自己成長の機会や製品の質を評価しています。特に栄養補助食品や美容製品は多くの愛用者がいます。
一方で批判者の中には勧誘活動が過度に強引であることや収入の実態が説明されるほど高くないことを指摘する人もいてます。またディストリビューターの大半が実質的な利益を上げられないことも問題点に挙げる人が少なくありません。それでは次の項目です。詐欺込む項目にアムウェイビジネスの仕組みです。続きましてアムウェイビジネスの仕組みについて解説いたします。ベストケア様のサイトに2022年8月18日に掲載されましたアムウェイの仕組みを図解付きで徹底解説の記事の一部を引用させていただきましょう。アムウェイでは ABO もしくはアムウェイ自身が直接消費者に販売して利益を得ます。ダイレクトセリングという仕組みを取り入れています。要は一般の流通形態を取らずに製造メーカーまたは ABO からダイレクトに消費者へ販売するという方式です。アムウェイから ABO が商品を直接仕入れて ABO の営業努力によって販売することで通常かかるはずの代理店コストや問屋にかかる中間マージンが抑えられる点が大きな特徴といえます。もちろん ABO の営業努力によって売上は大きく変わります。そのため販売額に応じた報酬が ABO に分配されるというのがアムウェイビジネスの基本となります。グループの仕組み。アムウェイビジネスの仕組みを理解する上でグループという概念が重要になってきます。ここで言うグループというのは ABO の紹介のもとに新たに ABO になった人の集団を指します。中略。アムウェイビジネスの PV と BV の仕組み。アムウェイビジネスを語る上でもう一つ知っておきたいのが PV と BV の仕組みについてです。どちらも報酬に深く関わるのでその仕組みを理解しておきましょう。 PV というのはポイントバリューの略でアムウェイ商品購入の際に与えられるポイントのことです。キャッシュバック率の計算に関わるポイントで商品価格の約 77% がポイントとして付与されます。仮に100円の商品をディストリビューターが仕入れたとすると 77PV が付与されることになりますが、重要なのは PV がアップラインのディストリビューターに対しても付与されるという点です。中略。また BV とはビジネスボリュームの略で報酬の計算に使われる指数です。 BV は商品によって異なる場合があり平均で 1PV イコール 1.32BV というレートになっています。アムウェイは ABO に対し BV に基づいたボーナスを支払うのです。具体的には月間 BV 合計×キャッシュバック率がボーナス額となります。例えば月間3万 PV を獲得したとしますと3万 PV かける 1.32×3% イコール1188円がボーナス額となります。はい、ここまでが引用でした。アムウェイでは自らがピラミッドの頂点となり集団をまとめる役目を果たし、そこへ所属する母数が多いほど稼げるシステムということです。こうした構造はやはり一部の人しか儲けられないためネズミ講ビジネスだと批判を受けやすくなります。アムウェイは儲からない、やり方によっては稼げるなど様々な噂が飛び交っていますが、実態はどうなのでしょうか。アムウェイの公式ホームページの中でそちらへの言及がありましたので引用させていただきます。アムウェイで儲かる人はいるんですか。答えははいです。それは一つ一つのセールスやスポンサー活動、グループの後輩たちへの支援を丁寧に積み重ねた成果であり努力に見合った報酬です。アムウェイの報酬システムについて、製品を販売しますと仕入れ値との差額である小売利益が得られます。より多く販売すればより多くの小売利益になります。これとは別にスポンサー活動と呼ばれます新規アムウェイビジネスオーナー ABO 獲得活動があります。ただしスポンサー活動で勧誘に成功しただけでは報酬は発生しません。新規加入をした後輩 ABO がビジネスをスタートし売上を計上するとその売上金額に応じて後輩支援としてボーナス評価の対象になるのです。中略。寝てても儲かる、何もせずに寝てても儲かる、別の仕事をしている間に自動的に銀行へザクザク入金がある、それは幻想ですし、そのようなトークで勧誘するのは不実の告知となるため違法です。アムウェイではそのような打ち出の小槌は昔話の中だけと現実と昔話と一緒に語らないよう誤った情報提供には特に注意を払っています。万が一アムウェイは絶対儲かると言われて勧誘を受けたならばそれは違法勧誘です。アムウェイとしても厳正に対処しますのでお手数ですがアムウェイ相談室までご連絡をお願いします。はい、とここまでが引用でした。公式ホームページに掲載されている文言を会員たちが忠実に守っていれば何の問題もありません。しかし証拠が残りづらいクローズドな環境で勧誘をする際に物は言いようとばかりに今のタイミングで参入すると儲かりますと還元を浪し自分の懐だけが儲かるよう仕向ける人間がいないとも限りません。それでは次の項目です。項目3、ゆかりがある芸能人7名です。ではこの項目ではアムウェイと関係が噂されている芸能人をピックアップしてお伝えいたしましょう。
毎度忠告しますが、確証のない噂を含んでおりますので、エンタメの範囲内でお楽しみいただけると幸いです。一人に稲垣吾郎さんでございます。元 SMAP のメンバー稲垣吾郎さんはアムウェイ会員なのではと噂されています。SMAP 解散後はかつてチームマネージャーを務めていました飯島さんが設立しました株式会社パレンに所属されています。稲垣さんが出演しましたある番組で、自分はアムウェイの商品を長年愛用している。おすすめのサプリメントがあると商品を紹介されていたとの噂があります。それもあり稲垣吾郎は熱烈アムウェイ愛用者であると言われています。続きまして2人目木村拓哉さんでございます。元 SMAP の木村拓哉さんはアムウェイのメールマガジンで自分は愛用者ですと語ったと言われております。雑誌のインタビューでご本人がアムウェイ愛用者であると語ったという噂もあります。工藤静香さんと結婚されてお子さんを設けられた木村さんはご家族でアムウェイの商品を愛用しているとも言われています。3人目山口達也さんでございます。ジャニーズにゆかりのあるタレントが続きますが、3人目は山口達也さんです。ジャニーズ事務所に所属し TOKIO として活動されていた頃は売れっ子タレントの一人だった山口さんですが、2018年女子高生への強制わいせつの容疑で書類送検された後は株式会社山口達也を設立されて、依存症全般に対する講演活動を続けられておられます。山口達也さんはアムウェイ愛用者であるだけではなく、会員ランクがエメラルド DD というかなり上位に位置しておられるという噂があります。エメラルド DD であれば年収は800万から1200万円ほどになると言われています。もしその噂が本当であればテレビの仕事を失っても生活に支障はなさそうです。次4人目タモリさんでございます。タモリさんは2014年に終了するまで笑っていいともで長年お昼の顔としてお茶の間を楽しませてくれました。いつもひょうひょうとしており何かに執着することが少なそうなタモリさんがアムウェイ会員と聞くと意外かもしれません。なぜそのような噂が立っているのかといえば、アムウェイのセミナーで配布される書類のアムウェイを愛用している芸能人の中にタモリさんのお名前が入っていたそうなのです。タモリさんご本人が商品を愛用やアムウェイビジネスをしている情報は確認されておりませんので、あくまで噂レベルでございます。もしかしたら無許可で名前を勝手に掲載された可能性も考えられます。次5人目ガクトさんでございます。神秘のベールに包まれましたガクトさんには良くも悪くも様々な噂がつきまとっています。その噂の一つが彼がアムウェイ会員ではないかというものです。実はガクトさん過去にアムウェイのシャンプーと空気清浄機を愛用していることが雑誌の特集で確認されています。商品の性質が良かったので気に入って使われていただけの可能性もありますが、何せあのガクトさんですから、たとえ会員であってもみんな違和感を覚えないかもしれません。次6人目江頭2時50分さんでございます。今や人気 YouTuber である江頭2時50分さんもアムウェイとゆかりのある人物です。実は江頭さん芸人になる前にいろいろなお仕事をされておられました。その一つがアムウェイでの販売経験だったそうです。破天荒に見えまして根がとても真面目な江頭さんはアムウェイでの販売経験を生かして、その後大川工業の面接で訪問実演販売のパフォーマンスで見事合格されました。アムウェイで培った経験によってお笑い芸人になられた珍しいケースでございます。最後7人目仲間由紀恵さんでございます。女性も一人紹介しておきましょう。仲間由紀恵さんはお姉さんの影響でアムウェイ会員になったと言われています。彼女のお姉さんは化粧品など小売店をしており、セミナーなどでも目撃されているほど熱心なアムウェイ信者のようですが、姉がアムウェイをやっているのなら妹の仲間由紀恵さんがアムウェイ信者でもおかしくないと考える人が少なくなさそうです。はい、というわけで7名の方を紹介させていただきました。他にも上戸彩さん、元カトゥーンの田中聖さんといった有名どころがアムウェイと関連のある人物と噂されています。真相はわからないですが、著名なタレントともなればアムウェイの商品の売上アップに大きく貢献する力を持っています。アムウェイとズブズブの関係になっていてもおかしくはないでしょう。それでは最後の項目です。詐欺込む項目4、ついに行政処分を受けるです。マカロンでも皆様言われておりましたが、2022年アムウェイは日本の消費者庁から行政処分を受けました。2022年10月14日に日本経済新聞様のサイトに掲載されました日本アムウェイに6ヶ月の一部取引停止命令、消費者庁という記事の一部を引用させていただきましょう。消費者庁は14日、健康食品など日用品を販売します日本アムウェイに対しまして、商品の購入を強要するといった勧誘活動が特定商取引法違反に当たるとして一部取引停止命令を出したと発表しました。期間は6ヶ月です。同社への行政処分は初めてとなります。中略同庁によりますと、遅くとも2021年3月以降、マッチングアプリで知り合った消費者に対し、社名や会員勧誘の目的を告げず、化粧品の購入を強要したケースを確認しました。このほか2022年1月には、
女子会をしようなどと食事に誘い、契約締結を促す目的を伏せて同社製の商品を手渡し、イベントへの参加を求める行為も確認しています。同年2月にも会員に勧誘することを隠したまま交流を深め、突然アムウェイをやってみないかと誘う事例もあったといいます。同庁によりますと、日本アムウェイに関しまして2019年度から2021年度までに全国の消費生活センターに844件の相談が寄せられたといいます。2022年度は9月15日時点までで109件でした。はい、ここまでが引用でした。実はアムウェイに限らず、コロナ禍でマッチングアプリで誘導し商品を購入させるという手口が横行していました。情報ライブミヤネ屋のサイトでジャーナリストの多田文明さんが語っておられます。内容が参考になりますので引用させていただきます。多田さんはなぜ詐欺師の話に耳を傾けてしまうのか、悪徳商法わざと引っかかってみましたなどの本を上司されており、洗脳、マインドコントロール、カルト集団などの事情にかなり精通されておられる方です。悪徳業者の勧誘実態と対策についてマスメディアに出演して啓蒙されている方でいらっしゃいまして、トラストリテラシーがアップする情報をたくさん発信されておられます。悪質な勧誘方法の例です。ただしによりますと、マルチ商法などの勧誘は出会いが多くなる新生活シーズンに増えるということで、特に今年はコロナによる制限もなくなるため要注意だと言います。新入生や新社会人など周りに友達がおらず寂しいという気持ちに悪質な勧誘を行う人たちはつけ込んできます。そしてコロナが明けた影響も大きいです。コロナ以前のマルチ商法の勧誘は大小問わずイベントに誘ってから個別勧誘に持ち込むというパターンでしたが、コロナ禍でしばらくイベントができませんでした。ですが今後はより一層増えるのではと警戒しています。強い意志を持つことが重要と正しは語ります。またマッチングアプリでの勧誘も増えており、アプリで知り合いました異性から会おうと誘われ、実際に会うと今の日本はやばい、将来危ないから副業した方が良いなどと勧誘を受けるケースが増えていると言います。 9. マッチングアプリが違法な勧誘をする人にとって良い手段になっているのですか。ただしマッチングアプリを利用する人はものすごく多いと思います。私が取材した人によると恋愛感情を抱かせるそうです。 3,4 回会ってその時は勧誘のことなど何も言わないんですが、最終的に勧誘だったと判明します。すでに恋愛感情を持っていると断りきれない人が多いようです。9. 不安を煽って勧誘するのは違法な宗教勧誘と通じるところがあるように思いますが、ただし不安を煽るというのが常套手段です。特に若い人はこれからどう生きていったらいいんだろう、どう稼いでいけばいいんだろうという不安に助言という形でうまく誘導してきます。また逃げ場がなく、例えば封鎖的な環境に入れて長期間の勧誘をするなど思考力を低下させてくることもあります。私が取材した人にどうして契約したのと聞くと、契約しないと帰れないと思ったという人が本当に多いです。9. トラブルに遭わないために何を意識すればよいですか。ただし悪質な勧誘にはマニュアルがあります。例えばお金がない、家族に相談したいなどと断る人が多いのですが、相手は想定内です。私も勧誘を受けた時にこの場では決断しないというと、そんな自立心のないやつは人生で成功しないと怒鳴られたことがあります。そのくらい言ってくる人たちなのだと肝に銘じてその場から離れることを常に考えてください。はい、とここまでが引用でした。ネット社会はスマホ1台あればターゲットを簡単に騙せる時代です。多田さんがおっしゃられましたように、今の日本はやばい、将来危ないから副業した方が良いと不安を煽られても強い意志で跳ねつける覚悟が必要です。マッチングアプリなどを用いても結局人を騙す方法は古典的なやり方とそれほど変わっておりません。甘い言葉をささやかれたり、いたずらに不安を煽る人間と出くわしたら必ず裏があるはずという疑いの目を持ちましょう。アムウェイとそのビジネスモデルは器用方変、賛否両論がございます。消費者庁がアムウェイに下しました処分を見ても分かりますように、会員の中にはマッチングアプリを使って言葉巧みにターゲットを勧誘する人間がいるのは確かでしょう。また著名な芸能人や特定の商品を推奨することで消費者の思考停止状態に陥る危険性も頭に入れておかなければなりません。トラストリテラシーが上がりますと、この芸能人はお金を稼ぐために広告塔として役割を引き受けていると見抜けるようになります。はい、ということで今回はアムウェイ問題について解説させていただきました。本日もありがとうございました。8月31日マジシャンアツシ君によるコールドリーディングホットリーディングのセミナーが大阪にて行われます。今回は生中継のライブチケットも販売しますので、現地に来れない方も一緒にレクチャーを受けれます。大阪会場は席がかなり少ないので、気になる方はお早めに概要欄にあるショップからチケットをご購入ください。それでは8月31日よろしくお願いします。
ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。詐欺被害者を減らし、詐欺をやっている人間を共有する詐欺師撲滅サイト、詐欺コムを立ち上げました。詐欺コムでは詐欺師の情報を随時募集しておりますので、どうぞ投稿フォームより通報の協力をお願いいたします。最新の詐欺師の情報を共有して、新たな被害者を生まないような仕組みを作っていきましょう。また詐欺コムでは詐欺に引っかからないようにするトラストリテラシーを上げるためのセミナーの開催や、デバンカーやマジシャンによりますレクチャーノートも販売していますので、いつも騙されてしまう、まだ防御力が低い方は一度サイトを覗いてみてください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。